美化秋水です。今日はですね、効果の本の2021年3月号ですね、3月号の、古典の練習、古典の練習8ページですね、8ページの古典の方を、上手に書くために、少し、書いてみたいと思いますので、参考にしていただければなと思います。こちらの方のですね、今回課題の方は楷書の元になった字の一つですけどもね、九星九霊仙の目を書いています。で、今の字と似てるんですけど、ちょっとね、金の字の、上の部分が少し突き抜けていたりとか、案内の案の字、今は浮かむりですけどもね、上からつながった状態で、これはあのひらがなのあの字の元になってます、この上の部分のね。ですので、ひらがなのあの字を書くような形からこの楷書が出来上がってきたっていうことなので、今とはちょっと違ったような感じで突き抜けてますね。それからお礼の礼、今はね礼簡単ですけども、豊かっていう字が入っていたり、あともともと示せんなので、こちらが点をした後に横で、今はこう書きますけども、横、示すっていう字をね、横横縦さっさという感じで示すの形で書いてるようですけどもね、今の筆順でも構わないです。それからこのイの字なんですけども、礼儀のイが伊藤編、まあ、点になってます。それからここがですね、ちょっとね今突き抜けないんですが、突き抜けています。それからこちらの方も少し今出るんですけどもね、出ていないですかね。で、こちらはまあちょっとは出るんですけどもね、少し出が多いのと、縦の線と縦の線がずれた感じになってますね。こういう特徴になっています。で、こちらの方をね、早速あの書いてみたいと思いますので、ね、参考に見ていただければなと思います。朱の色で書かせてもらいたいと思います。まず金の言弁から書きますね。少し点を下から上に持ってきておくような感じで、少し左側軽く押さえてちょっと反った感じですかね。さっ、角をちょっと出します。なるべく息を込めて書かずに、息を吐きながらがいいですね。息を吐きながら、さ、なるべく手の力軽く、さで、この下ですかね、さす、角を作って、さ、それから1、2、で最後ちょっと太くなります、上の方に。それから案の字、案の字は、まずこちらから少し置きます。それから上に上がって角を作ってから払う。で、真ん中、この真ん中ちょっと左側ですかね、少しだけ穂先を出して、スーで、ここから沿って書いてきます。ならないようにね、書いていただければと思います。ゆっかり止めてください。それからここのとこの真下よりも右側に縦線が来るような感じになってますね。あら、ね、ちょっとこう書いて、ゆっですよ、ここら辺ですかね、すですます、ですね、例、例の方が、上の方からこ
ここら辺でいいですかね。ちょっと高めの位置に書きます。から結構右上がりがきついですね。それからあと縦の線スーッちょっと押さえ直して太くして、でここら辺からですかね、この横線と縦線の交わってるあたりから左右上の方ですかね、豊かの1画目2画目キュッ角を作って、よいしょ、上の方に押さえてスーッ、上の方に押さえてスーッ、横横横さ、巻く、はい、それからイの字ですね。イの字は糸編、長く角を少し離れて、ここは短く、次まっすー口、でこの真ん中縦よりちょっとずれるんですね、これもね、スーッて力込めて一度押さえ直すといいんじゃないでしょうか。で落款書きます。楷書でもいいですし、ちょっと行書ぐらいで、行書で勉強の場合には必ず輪という字を書きますけど、あ、輪の書く場所がないですね。その時にはこの下の方に頑張って書いてみましょう。古典、有名なね、昔のものの場合には必ず書いてくださいね。はい、ということで書き上げましたけど、なんか伸びやかな雰囲気がね、背が高くて伸びやかな雰囲気が出れば、特徴をつかんでいるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひとも書いてみてくださいね。はい、ということで、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。